さて、追っ始めるか。ねえ、死んじゃうよ。こんなの続けてたら、いつか本当に死んじゃうったら。そうか。ねえ、どうしてこんな無茶なことするの？剣の練習ってさ、こんなことまでやんなくちゃいけないの？私やだな。だって痛そうだもん。どうだかな。だけど、俺をぶっ飛ばしたやつはこんなもんじゃなかった。もっと。あ、それって人間？うん、ちょっと違うかな。怪獣？まあそんなとこか。ガッツ、そいつとまた戦いたいんだ。やめた方がいいよ。怪獣じゃさ、やられちゃうよ。そうかな。じゃあ勝てるの？さあどうだろうな。どっちなの？ねえ。宝はあるんだろうな。誰か助けて！襲ったのが俺で残念だったな。
バカにしやがって。遊んでやるよ。適当なところでつらかるか。守りきれたようだな。なあ、ゴド、あんたなんでこんな山奥で一人鍛冶屋なんてやってんだ。一人じゃねえ、娘もおる。あの裏山はいい鉱石が取れるんじゃ。なんでも昔は妖精が住んどったんだと。ふん、ゴド、あんたなんで鍛冶屋やってんだ。好きか、鍛冶屋。さあな、おりゃ歩くのより前に元老を握っとった。好きだ嫌いだ考える前に目の前の鉄を叩いとった。あとは今よりうまく今よりいいものをと考えているうちに、あっという間にこの年になっちまった。簡単なもんよ。生まれてこの方、おりゃずっと鉄をぶったたいとる。生きてるやつがなんで生きとるんだかわからんくらい。俺にもなぜぶったたいとるのかわからんわい。そう、一つ鍛冶屋やっとって気に入っとるもんがある。火花だ。火花はいい。吸い込まれる。まるで命。自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。